ノーマルの車にこのキットつけたらびっくりするよみんな。あ、そんなですか。ダイハツ未来ギスターボ、これですね、ボンネットが、ノーマルに穴を開けていて、空気の、ダクトというかですね、侵入をしてくれると。で、ここに、このエアコンフィルターの裏にラジエーターがあってですね、その空気を入れるためにこのわざと穴を開けている、ちょっとアルトワークス的な感じです。あ、大丈夫です。でエンジンはですね、ご覧の通りこれターボ化されていて、これがもう完全に自作のパワーバーで、しかもこれがですね、グッとくるのがホームセンターで入手したパーツなど割とかなり安く仕上げてるんですよ。ちゃんと効果は絶大であるので、タワーバーも形状が一般的なものと違うんですけど、これ練りに練ってテストにテストを重ねてこうしたというお話でした。でタイヤはですね、ブレーキはフロント、6スポットで15インチかで、リアがドラムブレーキですけどコペンと一緒で、インパネはですね、基本的には市販モデルと一緒なんですが、もちろん5速マニュアル化されてて、ペダルも3ペダルで、シートももう超本格派でございます。いいね。国沢さんが乗っても頭上こう足元ともに全然 OK でした。でそれとリア、ご覧の通りですね、ロールゲージこんな立派なのが入っていて、8月10日が練習走行の日で、いろいろテストを重ねた結果、昨日ここにパフォーマンスナンバーが入ったみたいなんですけど、それを取った方がいいということで、取っていると。すっからかん、車重730キロだったかな、80馬力ぐらい出るそうです。一応こっちから見とこうか。ドアパネル生きまま、ハンドル変わっている、ラリーに出たまんまの仕様で、かつちょっとチューニングをしているということなので、いろんな計器類がついてますが、でこれカップホルダーに、ロールゲージを通しているという感じですね。かなり未来椅子そのままを生かしている感じです。で横がこんな感じの未来イースのまんまで、リアも未来イースのまんま。これ映るかな。リアの足回りがもう結構本格的で、フロントのですね、これが空力が変わるって、これワンオフらしくて、今後これもちょっと市販化を目指しているそうです。普段なんだっけな、こういったピンを作っている会社さんが初めて開発を手掛けたというのが見どころで、ボンネットの裏はこんな感じですね。でさっき言ったこのダクト、ここに、空気の流れをこう作ってですね、ここにこうぶつかるような設計になっている。超本格化、ダイハツすごいね。未来スターボ初めてサーキットに乗ったと思うんですけど、いかがでした？大変申し訳ないんだけど、思ってたんですか。もうなんか降りてきた時の表情がいつもの国沢さんよりも楽しそうな感じでしたよね。やっぱりね、いろんな補強とかしっかりしてあるから、すごくみんな効いてるね。特にどこがこうノーマルと違いとか、思ったように走る。思ったように車が走る。それからあと限界特性が割としっかりしてて、サスペンションって変なに動いちゃうと、こう車体が見えないけど結構こうブレる、揺れてるんだよ。でアライメント変わったりして、そこでアンダーステーたりするわけ。アライメント1度とか変わるともう全然違う、そういうのはしっかりしてると常に安定して路面くっついてくれるから、だからすごくこう安定して曲がれる。多分ノーマルの車にこのキットつけたらびっくりするよみんな。あ、そんなですか。あ、そうなの。あと僕と本郷がずっと見てて、音がちょっとないじゃないですか。ない。あれがちょっと、これはしょうがないよ。あるとより嬉しいですよね。これはもうしょうがない。これもう法規対応だから。あ、そうか、法規対応か。だからもしこれを出そうとすれば、なんか室内に音を入れるかなんかして、そういうこうギミックがいるよね。でもそれ聞かせてやってもいいと思う。86みたいに。これラリーとサーキットどっちも使えるっていうのは魅力なんですけど、サスペンションはね、多分両方いけると思うんで、でちょっとラリーにしてはちょっとトルクがっていうのはその辺どの辺ですか？いやレースでも多分今回燃費だから、燃費を考えたレースではちょっともう少し下からトルクがあった方が、っていうのはブーストかかると急に燃料の車両多くなるから、そこで燃費ガクッと落ちるわけで、そこの敷地がすごくコントロールするのが難しいわけ。もうちょっと踏むともうブースターガーってかかって燃費が落ちるっていう。だからそこもうちょっと下から効かしてやれば、多分ノーマルは下から効いてると思うんだよね。だからそういうような少し燃費特性というかな、そういう方向に振った方がさっきここの燃費レースはいいし、ラリーもコーナーの数がさ、富士だったら限られてるけど、ラリーって100も200もあるわけじゃん、一つのコースに。そうすると1回失敗すると、そこで例えば高回転型にして1個のコーナーで 0.5 秒稼いでも、緩いコーナーで1秒10回損したら遅いわけ、結果的に。だからラリーで走らそうとしたら、もうちょっと下にトルクを振って、でもう少し失敗した時のトルクバンドを増やした方がいいと。やっぱ軽中車ってどうしても馬力欲しくなるから、そうする気持ちは上がるんだけど、でもきっと速いと思う、その方が。これマックス何キロ出るんですか、ストレートで？メーターは140、メーター140だけどでもそこから1000回転ぐらい伸びるから、多分160ぐらい出てると思う。あ、じゃあ結構出てますね、はい。それで車重710でしょ、730、あ、今740、730、あ、それは速いですね。面白いよ、だからいいな、なんか楽しそうだな。で他の高いほらレーシングカーとかってタイヤ高いけど、これだったらタイヤ高くないし、スポーツタイヤって減りも速くないしさ、これどのぐらい持ちますか？もう10時間持ちますね。10時間持ちますか？え、タイヤ濃厚感で？濃厚感です。あ、明日濃厚感です。そうなんですか。楽しいよ。だからもうやっぱりね、これからねレースやろったりすると、いきなり何百万もなるじゃない、そういうこと考えたらいいね。資金も引く、若い子も手出しそうですよね。もっと大事なのは、どんなモータースポーツでも安全性が大事だから。でまあ古い車でレースするのもいいんだけど、昔の企画のロール形式ってちょっと心配なんですよ。でも一番新しい企画でレース、ラリー出ようとするとちゃんと規定があるから、そういう企画取ってるロールケージだったら、安全性も相当担保できると思うよね。だから結構安心して楽しめると思う。綾原先生にじゃあなんかこの格好でいいですか？手塩にかけた我が子を国沢さんに乗ってもらって。そうですね、私自身本当に車が好きになったの WRC を見てってこともありまして、その時に解説されていたのが国沢さんっていうのもあって、今もラリー出てても当時の解説のここで抑えるのが強さなんですよとかいうコメントが頭の中に流れてくるぐらい、本当に国沢さんのおかげで車好きになったなと思ってるんで、その国沢さんと一緒に走って、で去年ターボマニュアルでイースで走り出して、そこからラリーの場でお客様の日常の道で改善して、もっと良くなって、今回ボディ補強もないねって話だったんで、強化してきたと。ただそれってノーマルのイースが軽い、ベースが軽いからこそ、ちょっと補強すればスポーツカーになる、そこが面白いところだと思うんですよ。でまたコペンから純正部品を流用して走りが良くなる、これって軽コンパクトカーやってるダイハツだからこそだと思ってまして、そういう裾野を広げやすい車っていうのもできてきたかなと思います。やはりラリーやっていただいてるところもあって、好みとか課題意識も同じ方向で、LSD がこれちょっとまだもうちょっと詳細繊細な動きした方がいいよねとかっていうところも、今回課題意識が同じだったりするんで、そこはアフターパーツを一緒にやってるところもあって、 SPK さん D スポーツパーツを鍛えるっていうことでできますし、なのでダイハツと SPK さんベース車とアフターパーツ一緒にやることで、もっといい車、もっといいパーツ作りができて、皆さん笑顔にできると思ってますんで、そういうところでやっていきたいなと思います。うまいこと言うね素晴らしいですね本当に僕もラリーで走ってて軽さが武器だなと思いました。加速が軽いから、コペンはちょっと速くて、コペンはコペンでよくて低感性でコーナーが楽しくて、それぞれ人と一緒にいいところがあって、それを生かしながら走るのが楽しいなと思って、なんかこういう車でモータースポーツ始めましたとか、車好きが少しでも増えてくれると嬉しいなと思います。ありがとうございます。